こんにちは。今回紹介する美少女は釣原かなさんです。この動画では釣原かなさんの水着画像、セミなど画像、バースト画像なんかのエッマ写真を紹介しています。おまねがとにかくすごいです。 G カットもあるそうで、トロ道場が良いくせに露出をしないグラドルも中に入りますが、釣原かなさんは違います。トロポーションは良いくせに普通に露出度が高いです。横乳を見せたりノーブラショットを見せたりと似ているだけで、我慢できそうもないショットが多めです。動画最後に一番のエッマ写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。グラビアアイドルとして活動していた釣原かなさんの手前やノーブラのセミノブ画像や水着やバーストはエッマ写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った釣原かなさんの写真があったら、工場かぼたや釣原かなさんのこの写真はいいなどをコメントで教えてください。現役で活躍をしていた頃の水着やセミヌートがそんな、おっぱいは大きくてかなりのグラマラス。顔も普通に可愛いですし、良い気分になること間違いなしだと思います。釣原かなさん、1984年8月25日生まれで、東京都の出身。高校在学中からスカウトをされ続けていましたが、ことごとく断っていたそうです。ただついに高校卒業式から2日後に再度スカウトをされ、推しに負け芸能界入りをしたそうです。2003年4月から大妻女子大に入学、高校卒業まではタック寮に入りに、卒業をしてから芸能活動しようと決めていたのかもしれないですね。2003年9月スコラの企画、全国夏の白ビキニクインテセン大会でグラリアデビュー、持ち前の G カットを真似とキュートな子、塗りっくりの良さから、グラリアで活動をしていた時期は結構人気があったんじゃないかと思います。2007年の大学卒業後にエーラセントメで女優スクリーンデビュー、3度目シリーズは4作品に出演をしています。2009年には地方にも出演をしています。その後はバラエティ番組にちょいちょい出演をしていましたが、2012年頃から活動はリサイスとった、つまるところ事実上の芸能界引退をしているのかもしれません。もしかしたら引退をしてしまっているかもしれない。釣原かなさんの絶頂期のグラリア画像でも見ていきましょう。水着姿にセミヌードにいろんな画像が入っています。では釣原かなさんのエッマ写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。